国語のテスト返しにて。はぁ、38点か。青山さん、そんなに落ち込まないでください。いや、落ち込むに決まってますよ。だって、この前のテストも42点だったんですよ。2回連続でこんな点数取ったらさすがに肩身が狭いし、素直に喜べるわけないでしょ。そんなことありません。そもそも3度目の正直とはよく言いますけど、2度目まではダメだったとしても、3度目でうまくいくことだってありえるんですよ。でもこの間、部活のコーチが2度あることは3度あるとか言ってましたよ。2度も同じような点数が続いたら、どうせ次もそうなると思いますよ。いいえ、どうせ次もと思うのが一番いけないんです。2度あることは3度ある。そうだと分かっているなら、まず克服すればいいじゃないですか。失敗は成功のもととも言いますが、2度目の失敗から学んで努力すれば、きっと次はうまくいくはずです。ではいつ努力するのか、今でしょ。そのネタ古すぎて引くんですけど。